こんにちは、仏壇ごと .com の高安です。今日は旧暦9月9日の菊酒のやり方をご紹介させていただきます。今年2020年の旧暦9月9日は新暦でいう10月25日の日曜日です。で、菊酒っていうのが、どういうものなのかっていうのをお話しさせていただきたいと思うんですけど、菊酒の習慣はですね、五季節の重陽、重い太陽の陽と書いて重陽の節句に行われます。沖縄では家の繁盛とか安全の拝みとか家庭内の健康とかっていう拝みになるんですけど、日本での菊酒の習慣に関しても中国から伝わったということが書いてあります。で、この毎年旧暦の9月9日に行われるっていうので、この日本では686年頃から、例年の儀となったっていう記載がありました。で、沖縄での習慣となるといろいろな文献等に明記があるんですけど、琉球国由来記の琉球王府編の、33ページに9月節句南風御殿かな、南の風ハエって読むかもしれないですけど、御殿で儀式あり、遠隔寺から菊酒を要は奉納したっていう記載があることから、沖縄でも古くから行事としてやられてるようです。じゃあさて、私たちはどうやってやるかっていうお話なんですけど、現代の菊酒の行事はどうやるかで、やり方はこっち、泡盛ですね。で、お皿、白い、これ直径10センチないですね、8センチぐらいのお皿を今3枚用意してあるんですけど、実際には、ひぬかんに2つで、ひぬかんすいません3つで、仏壇2つの合計5つになります。今日はちょっと紹介なので3つで説明します。で、菊ですね。で、菊の花じゃなくて葉っぱの方を使うので、ちょっとこれ5皿使うので、1皿につき3枚使うんですね。なので、トータル15枚ないといけなくて、この、去年ちょっと菊を買いに行ったら、夕方になっちゃうとちょっとこの菊が売り切れちゃうっていうことで、早めに行くか前日に準備してた方がいいと思います。私は今日こんな感じで菊、これ1本でいくらだ、198円ぐらいのものを、購入してきました。で、よいしょ、これで、葉っぱを切っていくんですけど、葉っぱが必要なんですね。まあ、とりあえず1個、2枚、3枚、4枚、5枚、こっちにあった、5枚。1枚が切れてないやつを選んで、こうやって6枚、7枚、よいしょ、7枚。8枚、まあ、とりあえず説明用に、よいしょ、9枚。この剪定バサミ、ミニチョキってやつで結構便利です。1日15日のチャーギ切るのにも便利なので、ぜひ概要欄に URL 載せときます。この菊の葉っぱ準備しました。で、菊はちょっと片付けておきますね。で、このお皿に、ひぬかん用として説明するんですけど、葉っぱを裏返しにして3枚置きます。ちょっと破れちゃってますけど、これ3つ、1、2、よいしょ、3つ。私はこっちからやったり、反対かな、こうだね。切った方を外側にして、菊の葉っぱの、なんていうの、先をお皿の中心がいいかもしれない。よいしょ、よいしょ、よいしょ、こんな感じで準備します。で、この3つ準備したら、泡盛を継ぎます。なみなみと継ぎます。よいしょ、もうちょっと、よいしょ、
で、なみなみとついだら、まず沖縄の行事は何もかもひぬかんからスタートです。で、この3つをひぬかんの前に3皿お供えして、その時にあのひぬかんのお水とかお塩、茶木のお水ですね、で、お酒、お米とかは、新しいものに変えるといいと思います。で、仏壇は、まあ、この後なんですけど、これをまずお供えします、ひぬかんに。で、いつもひぬかんに、お供えして12本3本の線香を3セット立てて、旧暦1日とか15日のように、グイス唱えます。で、グイスの唱え方はまず旧暦から言うんですけど、旧暦の9月9日、新暦の10月25日、今日は菊酒の日です。菊酒を準備 しましたのでお供えしますっていう話をしてから、自分の住所ですね、住所行って、自分のお父さんの、名前と絵とで、お母さんの名前と絵とで、自分の名前と絵とで、まあ、旦那さんとか子供とかのものを全部家族みんなを紹介して、今日菊酒ですっていうことでお話をします。で、これ、終わったらですね、この線香が全部燃えた時に、このひぬかんの、菊酒をですね、このお酒飲める人はこの泡盛飲むといいっていう、話なんですけど、例えばお酒飲めない人とか、子供さんとかっていうのは口をつけるだけでもいいんですけど、子供って口つけるだけって難しいと思うので、中指でちょんとお酒をつけて、おでこにぴょんぴょんぴょんって3回つけます。で、一回お酒つけてちょんっておでこにつけて、もう一回つけておでこにつけて、つけてつけてで3回つけます。で、これウサンデーの意味があるので、まずひぬかんからのウサンデーをやります。で、その次、仏壇にはこれもしお皿が3枚しかないよっていう場合は、これ一回全部片付けて洗って、で、新しい菊の花とお酒でまた仏壇にお供えします。で、今日はちょっとそこを割愛して別のものを準備したとします。で、これ2つは仏壇にお供えして、同じように線香12本でお通しして、家族分の線香を立てて、今日は旧暦の9月9日新暦の10月25日の菊酒なので、菊酒をお供えしますっていうお話をして、手を合わせます。で、線香が全部燃え切ったら、今度はまたこれお下げします、サンデーしますねって言って、下げてからまたつけておでこ、つけておでこ、つけておでこで3回家族みんなできればいいですね。で、これまあ終わったものは処分しても構わないんですけど、これが菊酒のやり方になります。で、菊酒をやったことがないんだっていう方が多いと思うんですけど、ぜひこの機会に菊酒にも挑戦していただければなと思いますので、ぜひ10月25日24日前日には菊を買って準備をしていてください。で、中にはこの菊の葉っぱに農薬がついてて、これをそのまま飲むのはちょっとねっていう人がいらっしゃるんですけど、もし気になるようだったら、先にこの菊の葉っぱを洗ってから、準備しておいてっていう風にするといいと思います。こんな感じでちょっと時間を置くと、見えます？菊の葉っぱに泡盛が染みていって、だん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 なんか塩漬けみたいになってくるんですけど、こんな感じで準備します。はい、菊酒の説明はここまでになります。今日も仏壇ごと .com 見ていただいてありがとうございます。頑張ってちょっと動画をいろいろ撮ってますので、もしリクエストなどありましたらコメント欄にお願いします。またチャンネル登録もお待ちしてます。それでは今日もありがとうございました。